まあでも自分のね、やっぱ多分ね、打ってる時のイメージと実際と多分違うからね。まあ前に起こってもらったんですけど。はい。はい。まあ意外とこの素振りと打った時の違いが、ね、まあボールの位置によって違う。タイミングってどのぐらい？あのね、基本的には手を離すことは考えないのがいい。あのもちろん打った後は離すんだけど、はい、あの走らなきゃいけない。私が私のサインだ。でも、なんか今みたいにちょっと振りした時に、例えば練習で例えばこうやってやるなら別にいいんだよ。でも実際にはここまで振る。これはまあ流しだよね。流しです。あとはこうパコーンと軽くね、軽く打つときにこういう風にするから、実際はしっかりここまで、で、ここまで持ってくる。これが一通りできるのでは、はい、別には。で、打てたんならこのままこれを捨てればいい。で、原島さんが、はい、見てなくて、あ、ここでもできるよ。あ、2回が出て、話してこっち側に向けるようになる。まあいいよ、もう自分の思うようになってる。カルパッチ方向に。いずれはね、こっち。この方向。はい、俺とこのネットの間に。遅い。遅い。遅い。今の方向、なんか動き見にかったですよ。あ、そうですか。はい。見逃しかなと思ってた。まあ実際に、ね、打った後に走り出そうとすると、確かにここのフィニッシュまでっていうと難しいかもしれないけど、今のタイミングぐらいだったらまだいい。当たると。こういう感じ。行ったかどうか。ああ、あのね、打って明らかに変な方向に飛んだなって分かったら別にいいんだけど、分かんないときは走り出していい。で、もしおかしかったら誰か止めてくれるか。はい、じゃあ、時に部長は打った後なんだったら走り出してみたい。打った後っていうか前にボールが飛んだのが見えたら、ね、どう
んなに速く走れると思っても、そんなに速くは走らせないから。それぐらいだったら別に遅くない。やっぱこうなってから体勢一旦こう走ったりするのが遅くないじゃない。